抑圧された失われた土地または文明としての、大タルタリアの理論はロシアで、始まり、アナトリー、フォメンコの新年論に、最初に登場し、その後ニコライ、レブアショフの、人種的オカルト史によって、普及しました。ナショナリズムで知られるロシアの、疑似科学では、タルタリアは、欧米では悪意を持って、無視、されていたロシアの、本当の、名前として提示されている。タータリーの地図は球体派の地図である。この帝国の文明はかなり進歩していたことになっているが、しかし客観的な地図が作成されていない。18世紀以前のヨーロッパにおける満州、シベリア、中央アジアの知識は限られていた。この地域全体は単にタルタリーとして知られており、その住民はタルタルとして知られていました。近世初期、地理学の理解が深まるにつれて、ヨーロッパ人はタルタリーを支配権力の名前や地理的位置を示す接頭辞のついたセクションに細分化し始めた。したがってシベリアは大タルタリーまたはロシアタルタリーであり、クリミア韓国はリトルタルタリーであり、満州は中国のタルタリーであり、西中央アジア、ロシア中央アジアになる前は独立タルタリーとして知られていた。タリーの地図は球体派の地図である。この帝国の文明はかなり進歩していたことになっているが、しかし客観的な地図が作成されていない。抑圧された失われた土地または文明としての大タルタリアの理論はロシアで始まり、アナトリー、フォメンコの新年論に最初に登場し、その後ニコライ、レブアショフの人種的オカルト史によって普及しました。ナショナリズムで知られるロシアの疑似科学では、タルタリアは欧米では悪意を持って無視されていたロシアの本当の名前として提示されている。タータリーの地図は球体派の地図である。この帝国の文明はかなり進歩していたことになっているが、しかし客観的な地図が作成されていない。